4月25日からスタートしたテレビ朝日系ドラマ「Believe 君に架ける橋」で主演を務める木村拓哉さんに、ドラマの公式インスタグラムに投稿された共演者たちとの写真から身長詐称疑惑が持ち上がりました。そしてお笑いコンビ霜降り明星の粗品さんが自身の YouTube チャンネルの中でその件に触れ、加えて昔自身が挨拶をしたが無視されたことを暴露。粗品さんは3月に投稿した動画の中でも木村さんに無視されたことを暴露していました。木村さんに関する話題が上がったのは5月6日に投稿された粗品さんの YouTube チャンネル。サムネイル画像にはその日の話題が記されており、その中にキムタク小さいかもの文字も。該当の動画は SNS で話題となったニュースに粗品さんが一人でツッコミを交えながら賛否をするという人気企画。話題のきっかけとなったのはドラマ Believe 君にかける橋のインスタグラムアカウントが公開している共演者と並んだ写真の投稿。木村さんの身長は高渉176センチだがと疑わしいとする趣旨の記事を紹介すると、今日の本題来ましたと意気揚々と切り出した粗品さん。あのキムタクやで、なんやったら低めに申告しとるわい、ほんまは177やあの人と言い、人柄と人格は関係ないとして、どうでもええねんこれは、だから彼の身長について詮索するのはもうやめましょう、どうでもいいですからお願いしますねとキムタクを擁護。そしてその後、俺が一回フジテレビで挨拶無視された時、至近距離でキムタクと目合ったけど、そん時の俺の首の角度が相方のせいやと目合うてる時より下やったなと粗品さんの噛みつき芸が炸裂。粗品さんは3月11日に投稿した動画でも木村拓哉のインスタグラムの写真がマッチングアプリのおじさんすぎるとの話題を取り上げ、俺は言ってないからとあくまで世間の声であることを強調しながら爆笑。そしてその後、木村さんに挨拶を無視されたことを暴露していました。その動画の視聴者から、粗品の挨拶の声が小さくて気づかれてないだけのことが無視されたみたいになってるのではとの感想が寄せられたことを明かした粗品さん。これに対して粗品さんは廊下ですれ違った木村さんに立ち止まって、おはようございますと挨拶した際にバッと見られて、頭からつま先まで一回往復して見られてそのまま無視されたとその時の状況を詳しく説明。そして、言うたらもう漫才みたいな距離ですわ、もう毎週劇場立ってせいやと漫才してます、せいやの方を見て喋ります、せいやと目を合わせます、その時の首の角度自分で覚えてますねと話すと、せいやの身長が163センチなんで、まあ多分キムタク161とか150代なんかな、下手したらと誇張したボケを披露。今回の粗品さんの件の詳しい状況や真偽は分かりませんが、木村さんについては共演者に対しては礼儀正しいという声と挨拶を無視したという正反対の噂が流れているようです。一人で賛と非を交えながらニュースに突っ込むという粗品さんの動画のコンセプト上、今回の木村さんへの非のコメントも3月にさらっと暴露したことに対して予想外に反応があったことから、いじり感覚で大げさに話したのだと思われます。この噛みつき芸が粗品さんの持ち芸であり、ファンもそれを楽しみに粗品さんのチャンネルを訪れているためか、動画のコメント欄では厳しく批判する意見はあまり寄せられていないようでした。しかし当然ながらキムタクファンからは SNS などで批判を浴びることに。また全盛期のテレビ業界をトップで走ってきた木村さんを雑にいじる粗品さんに対し、お前が言うなという意見もあるようです。また木村さんに関しては今回の件も含め、全盛期のカリスマ的存在だったキムタク、そしてジャニーズ事務所が威信を失ったと感じられる出来事が多く見られます。スマップ解散から7年余り、稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんの3人は2017年にジャニーズ事務所を退所後、元チーフマネージャーが設立した事務所へ移籍し、新しい地図として再出発。中居正広さんはその3人と独立を画策するも断念し、2020年3月まで事務所に在籍。木村さんだけはジャニー喜多川さんの性加害問題で事務所の名前が変わった後も残留していますが、そのことがキムタクの裏切りと評されることも多く、好感度は下がる一方のようです。木村さんのインスタグラムでの振る舞いもまた好感度の低下に拍車をかけているようで、
ジャニーさんの性加害問題でジャニーズ事務所がごたごたしている中、ショーマストゴーオンと投稿して大炎上。このフレーズはジャニーさんがよく口にしていたもので、性被害者に対する二次加害と捉えられかねず、投稿はその後削除されたものの、一般的な感覚とのズレが露呈したとも言えます。その後も50代男性に似つかわしくない決め顔の自撮り写真を上げ続ける木村さんに違和感を覚える人も少なくないようで、自分を安売りしてほしくないといった声も見られました。さらに木村さんは2024年に入ってから匂わせでもネット上を騒がせており、鈴木京香さんの名前が映り込んだ投稿のほか、キスマイフット2の玉森裕太さんから撮影現場でキャンドルをもらったとも投稿。この3人の名前が揃ったことで、以前共演したドラマグランメゾン東京に続編の動きがあるのではないかと複数メディアで報じられることになりました。しかし正式には続編の発表はされておらず、その状況下での匂わせ疑惑は不評を買うことに。最近では元ジャニーズの生田斗真さんやニュースの小山慶一郎さんなどが SNS 上で不適切な振る舞いをして炎上。 SNS を禁止してたジャニーさんの意向だけは間違ってなかったと認めざるを得ない。ちゃんと守られて人工的に作られてたジャニーズ帝国だったからキラキラしてたんだねとの声も散見されています。粗品さんは5月10日に放送された霜降り明星のオールナイトニッポンでもキムタクに関する話題を持ち出しており、相当に反響があったことがうかがえます。その際は X で自身のキムタクいじりについてキムタクファンから批判を受けたことにも言及。大抵おばさんなどとキムタクファンに噛みついたものの、俺キムタクさん好きですからねとフォローもしていました。かつて若者のカリスマだったキムタクも50代。またジャニーズというブランドも今や負の遺産のようになってしまいました。木村さんにはかつてのキムタク像、ジャニーズアイドル像を一新し、ミドルエイジらしい新たな一面を見せていくことが求められているのかもしれません。